素敵だと思った建物の構造設計を調べてみたら、アラクが携わっていることがすごく多くて、東京にも事務所があることを知りました。アラクについてはすごくチャレンジングで自由な社風がなんとなくこうぼんやりとイメージしてたんですけど、実際にこう働いている先輩方の話を聞いてみると、すごく興味が湧いてきて、インターンシップに参加することになりました。インターンシップの後にこうやっぱりすごく入りたいという気持ちがもう高ぶってきて、それが応募した企画です。海外ではシドニーオペラハウスとかポンピドゥセンター、あとは北京国立競技場です。国内だと自然体感展望台、六甲シダレとみんなの森、ギブメディアコスモスなどが当時すごく素敵だなと思ったところです。入社して最初は2万平米ほどの大学施設の席に携わりました。社内では構造エンジニア3名のチーム編成で業務に取り組みました。建築家との共同プロジェクトということもあって、初めての試みもすごく多くて、もちろん大変なこともいっぱいあったんですが、設計終わった時に実験と解析のデータがぴったり合っていることが分かった時はすごくホッとしました。実は当時心配のあまり、入社して3ヶ月後くらいかな、経った頃にはもう自分が設計した建物が壊れる夢を何度も見て、もう結構大変でした。で、現在は施工中なんですけど、まだ完成ではないですが、来年の完成が楽しみです。香港事務所と韓国のソウル事務所が手掛けているプロジェクトのサポートをしたりしています。入社1、2年目は設計業務がやっぱり主だったんですが、現在は現場の管理業務にも携わっています。施工者が作りやすいディテールを考えることもやはりだいぶ増えてきました。私自身は建築家とも共同プロジェクトに参加する機会が多いんですが、今まで携わったことのない構造システムに挑戦できたり、またそれが実現できたりした時が一番嬉しいです。いっぱいありすぎてどこから言えばわからないんですけど、やっぱり一番悔しいと感じるのが、自分が携わっているプロジェクトの検討が不十分だったりした時かなと思います。アラプにはデザインレビューっていう社内の人にプロジェクトの概要を説明したり、アドバイスをもらえる機会があります。例えば計算ベースで成り立つ設計をしたとしても、デザインレビューの時にリアリティとして成り立つかどうか、本当に現場で作れるかどうか、そのようなアドバイスや指摘をもらったりします。他にも敷地の特徴を話した際は、盲点になりやすそうなところを指摘してもらえたり、例えばこの敷地なら杭の配置とか、こんな風に気をつけた方がいいよなど、さまざまなアドバイスを受けて、もう検討不十分だったものがクリアになります。で、建築は正解が一つだけではないのと同じで、構造システムとかディテールも一つではありません。約1時間ほどのレビューの時間なんですが、先輩たちの今までの経験を含めてアドバイスやより良い解決方法を共有してもらえることは素直にすごくありがたいです。技を盗める環境はすごく備わっているというふうに思っています。社会人1年目でも入社をしたらもうプロというような意識で、責任を実感しながら働ける場所だと思います。社内の同僚たちは提案に対して否定は全くせずに、まず話を聞いて一度受け止めてくれます。その後なぜそう思ったのかなどの質問やアドバイスをしてくれたりするところが大好きです。
会社によってもちろんポジティブな面とネガティブな面両方があると思うんですけど、ポジティブな面をより多く持っている会社を探すよりもネガティブな面において自分がそこまでマイナスだと感じないところがハッピーになるキーポイントじゃないかなというふうに思います。あとは何よりも後悔しない選択をするのが一番大事かなというふうに思います。